は君の胸の半端ない勇気。知らない道でもし迷うとしても行かなきゃ先を見られない。箱庭みたいなリアルじゃなくキャパ広げてスリルな明日へ。急ごう足跡のないでけえあの山てっぺんで光見つけて仲間たちと笑おう。行こうぜ大河を渡り素晴らしい未来宝の鍵はここにある。君の胸のはちゃめちゃな夢。 Boy, this is getting exciting! First, you need to select which data file you want. Good luck out there! Choose what mode Jordan, you can... This is where you can adjust... This lets you... And then you can turn the subtitles on and off here.7つ集めるとどんな願いも叶えてくれるという伝説の宝玉ドラゴンボール。山奥で一人で暮らしていた悟空は都会から来たブルマという娘と出会い、そこからドラゴンボールをめぐる冒険の旅が始まった。その冒険の旅から1年、祖父の形見である4つの星が入ったドラゴンボールを探すため悟空は再び旅に出たのであった。時だと思っている。すでに8時を回っているぞ。あ、シルバーさん、おはようございます。挨拶をしている暇があったらとっとと作業にかかれ。はい。レッド総帥から早く探し出せとの催促が今朝もあった。ブラウン隊はすでに昨日見つけたそうだ。いつまでももたもたしていると処刑されるぞ。へい。you
Ah!
冒険してステージを一丁やってみっか。Oh!
冒険してステージを選んでみっちょやってみっか。シルバーさん、ドラゴンボールが変なガキに奪われました。なんだと？その雲のようなマシンに乗って飛び去ってしまいました。雲？よく助かったもんだな。こいつ、仙人のじっちゃんにもらったレギュラー金刀は。質問に答えろ。なんでドラゴンボールを集めている？金刀を壊しちゃうようなやつに教えるもんか。小僧、レッドリボン分をなめるなよ。
のような小僧、俺が手を下すまでもない。おい、そのガキを身動きできなくなるまで痛めつけてやれ。なるほど、ただのガキではなさそうだ。あくまでも逆らうつもりなら仕方ない。シルバー大佐が担当して探しているドラゴンボールに異変が。どういうわけか、北のホワイト将軍担当のドラゴンボールに向かっております。どういうことだ。シルバー大佐を無線で呼び出せ。申し訳ありません。総帥、実はボールを奪われただと。敵は何人だ。子供が一人。バカモン、貴様は死刑だ。何者でしょうか。シルバーを倒すほどのやつ、ただのガキじゃあるまい。ホワイト将軍に連絡しておき、ガキを殺してボールを取り上げるとな。ほっ、ドラゴンボール、誰にも渡さんぞ。